田敏之です。担当教科は数学です。みんなこれからよろしく。保健医の井上留美です。保健室にいるから怪我でも恋の悩みでも何でも相談に来てね。生活指導の八木正俊だ。我が夢見ヶ丘学園の伝統を汚すことのないように諸君を指導するのがわしの役目だ。約束を守らん者に対しては徹底的に指導するつもりなので覚悟しておくように。担任の神田だ。僕はみんながこの夢見ヶ丘学園で楽しい高校生活を送ってほしいと願っている。多少のことには目をつぶるが、してはいけないこととの区別は自分できちんとつけるようにな。みんながお互いにルールを守って楽しい3年間になるようにお互いに努力しような。他にいないでしょ。私初っ端から教科書忘れてきちゃったみたいなの。悪いんだけど見せてくれない？そうよ、よくわかったわね。どうせ名前は覚えてないでしょ。私山崎智子よ。席が隣同士ってのもなんかの縁よね。これからよろしく頼むわね。所持品検査をする。そこ何が言ったか。よろしい、不要なものを持ってきておる者はおらんようだな。我が夢見ヶ丘学園は秩序正しき学校である。これからも勉学に勤しむ気持ちを忘れぬように。
健康診断があるからな。男子は保健室、女子はその隣の準備室だ。間違えるなよ。お前がっしりした胸してんな。ああ、日頃それなりに鍛えているからな。何が見えないのかしら？ずいぶん大胆ね。私の前でいい度胸してるじゃない。じゃあ何をしてたっていうの？まあいいわ、見逃してあげる。さっさと行きなさい。それじゃあ全部の検査が終わった人からさっさと教室に戻んなさい。そこは僕の席なんだが、別に構わないが、興味があるのなら読んでみるか。ちょうど読み終わったところだ。ゆっくり読んでいい。氷室レイジだ。覚えたか？ぼんやりしてるの？私もここに入部すんのよ。一緒に入りましょうよ。まあ好きなとこに入れば。そのつもりだが、君もだ。君と僕に同じ趣味があるとは正直意外だったな。あ、こちらこそ。部活は毎日やっているから、いつ顔を出すかは自由だ。ただ月に6回は来ないと自動的に退部になるからな。まだ学校に残っていたのか。きっとはなんだ。さっさと帰りなさい。
解散するが、家に帰るまで気は抜くなよ。
君。聞こえないのか。助けてくれ。すまない。ちょっと手を貸してくれないか。一人じゃ起き上がれないと。ありがとう。ついでにもう一つ頼まれてくれないか。ありがとう、助かった。あのままあの路地で野垂れ死にかと思った。これくらい大したことはない。怪我には慣れているんだ。うまいもんだな。看護婦か何かなのか。君の手は冷え切ってる。ここで温まっていけ。また会えるかな。今日は個人面談があるからな。放課後教室に残っててくれ。待たせたな。それじゃあ始めるか。まだ1年で進路のことなんか考えてないかもしれないが、簡単な希望を聞かせてくれるか。進学か。このままの成績じゃちょっと難しいな。まあお前の努力次第だけどな。面談はこれで終わりだ。もう帰っていいぞ。今日から3日間の試験期間だぞ。最後の悪あがきは済んだか。チャイムが鳴ったら開始していいぞ。チャイムが鳴ったら開始していいぞ。それじゃあ、チャイムが鳴ったら始めていいぞ。よし、これで今回の試験は終わりだ。帰ってよし。
茶菓子にもらったお菓子だけど、俺甘いもの苦手だから食っていいぞ。静かにしろよ。他の生徒には俺からもらったなんて内緒だぞ。ひいきだと思われるからな。たまたま通りがかったからだよ。深い意味はないぞ。心の準備はいいか。この前のテストの答案を返すぞ。名前を呼ばれたら取りに来い。水泳をする必要などないと思わないか。本来人は自然に水に浮く方法を覚えるものじゃないのか。大丈夫か？君はこの前の、どうしたんだ？どこか怪我をしているのか？何でもないって様子じゃない。来るんだ、俺に捕まれ。何か温かい飲み物でも作ろう。顔色が悪いな。本当に怪我はないのか？どこか具合が悪いんじゃないのか？さあ、どうしてだろうな。ただ君のことが気にかかるんだ。それは君だって同じだろう。俺のことは何も知らないくせにここにいる。待ってくれ、また会いたいんだ。どうすれば君に会える？また会ってくれると約束するまでここから返さないと言ったろ。確かに少し熱があるみたいだけど、これくらい寝てりゃ治るわよ。
ホームルームは体育祭の出場選手を決めるぞ。クラスリレーの選手に立候補するやつはいるか？このリレーはポイントが高いから、もう少し運動が得意な人の方がいいと思うんだがな。まで寝ているの？起きなさい。若い娘が何です？もう塔に日が昇ってますよ。おはようじゃありませんよ。早く起きて支度なさい。もうお見えになってますよ。うちに住み込むことになっている書生さんですよ。あなたもご挨拶くらいなさい。こちらが今日からうちでお世話することになった書生さんよ。はじめまして、お嬢さん。今日からご厄介になる藤井です。書生さんには奥の書斎を使っていただきますからね。ご案内して差し上げなさい。お世話になります、お嬢さん。とんでもない。こんないい部屋を貸していただいて感謝しています。しかし、あなたのような可愛らしいお嬢さんがいらっしゃるなんて。すみません、初対面だというのに失礼でしたね。したばかりでまだ右も左もわからないんです。いろいろ教えてください。たたたた、バカモン気をつけなさい。廊下では走らず右の壁側を歩くと小学校で教わらなかったのか。教師に向かってなんだその口の利き方は。まったく、だから最近の若い者は。
お嬢さん。奥さんの姿が見えないようですが、どちらかへ。いえ、大したことじゃないんですが、少し熱っぽいもので薬でもあったらいただこうかと思って。ありがとうございます。しかしほっとしたな。いつも僕を避けてらっしゃるから嫌われているのかと思っていました。そうだったんですか。お嬢さんは僕みたいな田舎者は相手にしないんだと思っていました。お手数かけます。そうだ、お嬢さん、着物を仕立てるのに付き合っていただけませんか。学校で急用に時代遅れの服装だとひどくからかわれましてね。そこでお嬢さんに見立てをお願いしたいんですが。ありがたい、約束ですよ。楽しみだな。期末試験だな。みんな問題はよく読んで最後まで諦めるなよ。チャイムが鳴ったら開始していいぞ。開始していいぞ。チャイムが鳴ったら始めていいぞ。よし、これで今回の試験は終わりだ。帰ってよし。
資料を職員室まで運ばなきゃならないんだが。女の子には無理だろ。やめとけよ。助かったよ。しかし見かけによらず力持ちなんだな。すまんすまん。心の準備はいいか。この前のテストの答案を返すぞ。名前を呼ばれたら取りに来い。今日で終わりだ。楽しい休みの前には何が待ってる？そう、通知表だよな。出席番号の順に取りに来いよ。来学期はもう少しどうにかしろよ。それじゃあまた新学期に会おう。たっぷり遊んで元気な姿で学校に来いよ。
何をぼんやりしているの？お客様が見えられるから、あなたもいらっしゃい。さあ、ご挨拶なさい。ヤギ伯爵よ。お前を見初めてくださって、ぜひ後添いにとおっしゃってくださったの。悪いお話じゃないでしょう。持参金もろくに持たせられないお前をもらってくださるのだから。何を言ってるの。こんないいお話お断りしたら罰が当たりますよ。お嬢さん、どうかしたんですか。浮かない顔をして。何ですって。一体どこへ。あなたの気持ちも考えずに勝手に縁談を決めるなんて、いくら奥さんでもあんまりだ。当たり前ですよ。僕にこんなことを言う権利なんかないのは分かっていますが、あなたはそれでいいんですか。僕にもっと力があったら、あなたの意に沿わない結婚なんか。夏祭りか、悪くないな。少しでいいなら付き合おう。すごい小妙だな。見失わないようしっかり後をついてきてくれよ。もしはぐれたら鳥居の前で待ち合わせしよう。さすがに迷子放送は恥ずかしいだろ。ねえ、聞いているの？やっぱり聞いてなかったのね。あんたが街で出会ったっていう男よ。あいつやっぱり刑事だったわ。刑事よ。それも私たちみたいな脱走アンドロイドを専門に追う特捜の刑事よ。気になって調べたのよ。あんたがその男に騙されてるんじゃないかって心配になって。ねえ、早く街を出ましょう。嫌な予感がするの。罠かもしれないじゃないの。あんた殺されるわよ。どんなに止めても行くのね。分かった。好きにするといいわ。
今日君のことを聞いた。アンドロイドだったんだな。俺は君を殺さなくちゃならない。許してくれ。俺の仕事なんだ、君を破壊する。脱走アンドロイドは放置できないんだ。君とは戦いたくない。もっと別な出会い方をしたかった。